戦場が地獄よりマシなものだと思ってる。助けなくちゃって何？ついに得たぞ、戦う意義を。俺は強くなりたい。俺のせいで誰かが死ぬのはもう嫌だ。俺を殺した気でいたか。貴様に報いを与えるまで俺は何度でも。坊主、レンツ会同士の戦いに勝ち目なんて言ってる時点でお前はずれてるんだよ。ほんの一瞬の緩み、ひるみが一発逆転の致命傷になる。みんな救えるなんて思ってないさ。ダチを侮辱されたまま黙って見過ごす。何のため？世界のため？人類のため？できるわけがねえ。あらゆる残酷な空想に耐えていけば、いつか来る分かれ道に備えて。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。行き場所をくれたんだ。お前に親父の偉大さの何が。負けてみろよ、仲間だろうが。カイトにはいつの本来偉大さだったくせに。死なんぞに世界は救えない。こいつは戦いの手段に聖者があると時、さも戦場に尊いものがあるかのように演出してみせる。悪いけど、これからあんたにすること全部ただの八つ当たりだから。父様を殺したはずだ。そいつが一人やったくらいじゃ無理な相談だね。今回のような連中を世界中から全て殺し尽くす。そんなことももしできたら。強くなんかなくたって一緒にいてほしい仲間がいるから。俺が誰よりも強くならなきゃ、ジューチャー奴らもみんな失っちまう。捕まった仲間を助けるのは当然のこと。貴様らはそんなにも、そんなにも勝ちたいか。この俺がたった一つ抱いた祈りさえ踏みにじって、貴様らは何一つ恥じることもないのか。許さん、断じて貴様らを許さん。その夢を我が血で汚すがいい。正義で世界は救えない。そんなものに僕は全く興味がない。私は必ず幻影旅団を捕らえてみせる。人殺しなんてうんざりだ。死ぬのか。彼らに俺の友達は死ななかった。夢とはやがてことごとく冷めて消えるのが道理だと。この俺を殺したく、恨む、憎む、そして醜く生き延びる。戦う理由がある。お前はこの戦いで誰も死ななきゃいい。駆逐してやる。この世から一匹残らず。ルフィがそう思うなら俺たちだって気持ちは一つだ。